坂本翔吾は、男性脚本家、ゲームシナリオライター、声優、日本大学芸術学部卒、在学中より、雑誌、コンプティークにてライターを務める。並行して、青二塾に通い、その後青二プロダクションより声優としてデビュー。以降、銀プロダクション移籍後から、徐々に、各仕事にはエイトを移していく。アコルト及びリップオンヒップ所属を経て、 長年のフリーランス活動の後、2017年頃から、サイゲームス所属となった。ゲーム雑誌ライター出身ゆえか、ゲームの制作現場への理解も深い。特に、サムライ開発の際には、外注参加であるにもかかわらず、シナリオ及びスクリプトチームの実質チームリーダーとして、三浦洋明と共に、チーム全体をまとめ上げた。サイゲームスにおいては、シナリオチームのマネージャーとして、 自身の執筆のみでなく、同社の提供する様々なコンテンツの監修に当たっている。単なるゲームのコマでなく、人物として、岩のない自然なセリフや挙動と、家族や友人への愛情あふれるドラマ性を、ゲーム展開と密に連携させて表現する、確立された作風を持つ。二千六年、二千二年、二千五年、二千七年、二千九年、二千十四年、二千十六年、ふとじは、 メインキャラクター、ありがとうございます。